どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日は都市伝説動画やっていきます。本日都市伝説、小さいおじさんについてやっていきたいと思います。小さいおじさん、多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、5センチから20センチぐらいのちっちゃいおじさん、結構芸能人の方がね、テレビでこう、おっしゃってるのが多いのかなっていう感じはするんですけど、まあ、渡辺徹さんとかがこう、自宅の監視システムに侵入者が感知してガレージに行くと、まあ、黒い影がふわっとこう通り過ぎたと。ネズミのようなちっちゃい男が出てきた。渡辺徹さんのとこに出たのは30センチぐらいだと。いうことなんですね。で、これ過去にやりすぎ都市伝説でも挙げられてて、東京都杉並区大宮八幡宮が、小さいおっさんの住処だと。いう噂があるそうなんですよ。で、そのやりすぎ都市伝説、その回に出る。ゲスト出演してた俳優の的場浩司さんも小さいおじさんを見たという話が多分小さいおじさんの目撃など有名な話だと思います。あとは、女優の釈由美子さんも、そういう話をしてて、まあ、小さいおじさんの様子を見たっていう風に言ってたんですけど、これ結構そういう噂されてるので多いのが、家の中のカーテンレールをこうタッタッタッタってちっちゃいおじさんが走っていくというのもありますし、あとは、靴下。洗濯物で絶対にこう、片足ずつこう止めて、取り込んで、いざ履こうと思ったら片足がないっていうのも、実は小さいおじさんのいたずらで、そういうこともしていると。実は、僕ん家にも多分いるんですよ、小さいおじさんが。で、なんて言うんだろう。よく言われる靴下、さっき話したの、靴下を持っていくとかっていう話をテレビで見たときに、僕の靴下もよくなくなるんですよ。明らかに、洗濯機の中に2つ、2足、両足揃えて入れたのに、両足分揃えて入れたのに、いざ履こうと思ったら片足が絶対ないんですよ。これはもう絶対小さいおじさんのいたずらなんじゃないかなと思いまして、ちょっとメルヘンな、なんていうんですかね、種類みたいのもあって、コロポックル。地域によってはコロポックルなんじゃないかっていう風な形、になっていると。これはアイヌの伝承に登場する小人。知ってる人はあれじゃないですかね、シャーマンキングっていう漫画が昔あって、その中に登場するのが吹きをこうやって持って傘みたいにしてるちっちゃい小人。あれがコロポックルです。っていうのもあるので、結構そういった小人伝説みたいなやつは、日本以外でも囁かれてたりするような都市伝説となっております。信じるか信じないかはあなた次第です。いやー、都市伝説シリーズいいですね。たまにはこういうね、こういう都市伝説もいいのかなと思っております。ぜひぜひ、面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。